こんにちは。今日はこちらの130秒スピランに挑戦していくよ。あ、また3桁スピランね。なんかめっちゃ難しそうなコースだが。確かに。これは本気を出してプレイしないとクリアはできなさそうだね。絶対油断しちゃダメだからね。わかってるよ。問題はタイム設定がどんな感じかだよな。さてまずはお決まりの。死なんでいいから。反応できないって。まずはスピンジャンプだね。これまたトゲでかなり狭いな。ちょっとここは三段ジャンプか。上の隙間に入っちゃダメってわけね。まあでも、高さ3マス分もあるからちょっと優しいかな。残念、普通に厳しかったな。なんかあそこ、ファントムっぽいわね。確かに。試してみよう。お、予想通りだぜ。よし。どんどん進んでいこう。これはバネ持ち壁キックでいいよね。この後空中バネジャンとかかしら。いや、ヒップバネジャンだ。あうそのトゲはわかんないって。逆方向のヒップバネジャンとか珍しいな。慣れてないからちょっと違和感があるね。ってしまった、今度はスピンだったか。なんか、今までプレイしてきたコースとちょっと感じが違うな。そうね、同じスピランには変わりないのに。あ、ここはしゃがみジャンプ来るね。ドアが見えたが、そのまま下のドアに続いてるのかしら。お、そうみたいだな。っていうか、引き耐久か。ふう、左の土管には入れないみたい。あれ？そうなのか、2周するのかと思ったぜ。おわっと、ここはしゃがみジャンプ来るじゃんか。でもまあ、割と順調じゃないかしら。出だしはまずまずって感じだな。あれ？もしかしてこれ次でクリアあるか？そういうこと言うのやめとけって。さあ、新しいエリア。うへぇ、今かなり危なかったな。当たってもおかしくなかったわね。ふっふっふ。なんたって今回でクリアを目指してますからね。あ、はいはい、そうでしたね。頑張ればできるんじゃない？全然気持ちがこもってないし。それより、これはネットのかぶりつぎか。結構ギリギリか？いや、若干の余裕はありそうよ。ここは集中しないと。あーっと、ジャンプできずに足を滑らせたー。たく、そんな簡単なところで失敗すんなし。いや、意外と難しいから。よし、次のエリアに行けた。さあ、ここは？ふむふむ、そういう感じね。あーっと、ここはスピンじゃダメか。ふう、ここまで戻ってくるのに必死だよ。ここは通常の壁キックでいけるか？おう、うまくコントロールできたな。でもちょっと怖いから、ここからは慎重に行こう。とりあえずキノコ発見ね。え、ルートは2つあるみたいだけど。で、右でハンドルをつけて戻るやつか。でもこれって、右にピンクコインないし、そのまま下に入れるんじゃ？ほら、こうやって。はぁ、あ。今日もあんたはズルニャンするのね。ここ最近ほぼ毎回やってる気がするが。ふっふっふ。気のせいだよ、気のせい。ほら、そんなことよりかなり先まで進めたよ。それはそうだけど。おっと、やっぱりここもヒップ耐久か。ヒップ耐久だけは安心して見ていられるな。だけじゃなくて全てって正直に言ってもいいんだよ。思ってねえわ。そんなことより、残りはあと33秒よ。おっと、クリボータは危ないね。ちゃんと慎重に行けば。抜けられるってわけだな。よし、B ちゃんもしっかり決められた。で、そのミスはないわ。まあでも、ピンクコインの配置がかなり厄介だな。ふう、ここで束の間の休息か？集中力は切らすなよ。大丈夫。おっと、これは危ないやつやな。ふう、なんとか助かったか。お、最後のピンクコインで出すじゃんか。だー、失敗したー。あう、このコースのおさらいなのかな。ちょ、何よそれ。めちゃくちゃショック受けてるじゃねえか。いやだって、多分ゴールは目の前だったはずだよ。あそこまで行くのもなかなか大変だし。まあまあ、でもだいぶ慣れてきたんじゃない。そりゃまあ慣れてはきたけど。このコースの難しいところってどこだ。そうだな、どこもまんべんなく難しいと思うな。結構トゲの配置がシビアな場所が多いし。まあ確かに、テクニックも必要だけど、微妙な調整ミスで死んじゃうもんね。慌てれば慌てるほどミスしちゃうからね。幸いヒップ耐久は割と得意だから、そこは助かってるよ。物見できてよかったな。さあ、あと100秒を切ったけど。そういえば、タスジャンで失敗した時って残り何秒だった？確か8秒くらいだったかな。タスジャンの後にすぐゴールがあればいいんだけど。そうね、8秒ってクリアできるか微妙なラインだし、そもそもまだゴールが見えてなかったしな。
まああの時結構いろんな場所でタイムロスしてたし、今回はさっきより早いよ。そうね、動きに余裕が出てきたし、だがその余裕さがミスに繋がるんだぞ。油断禁物だね。でも最後はタスジェンなのよね。大丈夫なのか？うん、タスジェンは今まで鬼のように練習してきたから。さっきはほら、急だったから反応が遅れちゃっただけだし。ふん、まあ、自信がないよりかはあった方がいいけど。よし、ここだけは慎重に行かなきゃ。若干のタイムロスだが、ここでズルニャンするから大丈夫。ズルニャン認めてるし、さっきは気のせいとか言ってたじゃねえか。パウキャッチ。こうすることで挟まってるパウブロックをキャッチできるね。話し変えんなし。ていうかそれ前にもやってたギミックじゃない。バレたか。バカタレ。とまあ、そんなこんな言ってる間に残りは3分の1を切ったね。ヒップ耐久は15回と。回数まで数えてるのか。大体速さは一緒だからさ。よし、オッケー。そうそう、このエリアが結構嫌いだったりするんだ。あ、クリボータワーに B ジャンか。確かにあんたの苦手なギミックが2つもあるもんね。今回はうまくいったみたいだな。さあ、もうすぐタスジャンが来るよ。次の次のエリアね。ここはコンベアが速いから注意しないと。く、引っかかったけど。まだ16秒あるぜ。いよいよタスジャンね。さあ行くぞ。届け僕の思い。さあ決まったー。お、そこにゃん鍵ドアだぞ。しかも隣って。ワンプレ。じゃあ、いらなかったけどボグだー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、最後までハラハラドキドキな展開だったな。最後のタスジェンは気持ちよかったわね。いやー、すごく楽しかったよ。よし、130秒スピランで一番乗りは嬉しいね。ああ、タイムも10秒余ったしな。頑張れば120秒でもいけたわよね。でもそれはズルニャン前提になっちゃうと思うけど。あ、そっか、ズルニャンなしで120秒はちょっと難しそうだな。さすがにそれはちょっとね。さて、コース制作者のゴールドスピラントガさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。